皆さんこんにちは、こんばんは、はるです。今回ご紹介させていただく文房具がこちら、ビスケットさんのスタンプたちでございます。こちらは先月8月5日6日に行われました紙博院大阪での購入品となります。そして申し訳ございません、前回の紙博での購入品紹介、こちらの動画内で次の動画の予定が9月上旬予定というふうにねお話しさせていただいてたんですけれども、投稿が遅くなってしまって申し訳ございません。それでは開封していきたいと思います。それでは見ていきましょう。こちらですね、こちら2セットあるんですけれども、私はねセットで購入したんですけれども、こちらは単品売りもありまして、これだけでもありますし、これだけでもあります。こういった文字のものだと、あとサンキューだったかな。他にも、この大きさでお値段が変わってくるんですけれども、いろんなデザインのものがあって、もうね、本当に全部欲しくなるぐらい可愛かったので、よければね、説明欄にリンク貼らせていただきますので、ビスケットさんのオンラインストア覗いてみてください。どれも可愛いですよ。じゃあこっちに戻りますね。はい。で、ラバーは後ろこんな感じですね。角とかこう心のあたりですね、切ってくださってるの優しいですね。あとはい、こういうお花があったりとか、あと可愛い猫ちゃんとかお花や蝶々ですね。でこの女の子は名前があって、パンジーちゃんっていうお名前だそうです。で箱になってるので、この箱なんですけど、はい、すごく可愛くないですか。こういったねスタンプの箱に入ったセットになっておりました。で、イベントの時は、ちょっとね、お得に、その単品をそれぞれ一個ずつ買うよりも少しお得になっているみたいで、で、あと、もともと例えばこういう組み合わせでセットで販売されていたとしても、イベントの時だったら、同じ大きさのハンコだったら、その単品で販売されているのと交換ができて、自分の好きなデザインのもので組み合わせて購入するっていうこともできました。優しいですよね。もしよかったら入れ替えていいですよっていう風におっしゃってくださってて、でそれはねもうイベントでしかできないものなのでっていう風にお話しされてたんですけど、もうこちらとしてはとってもありがたいですよね。じゃあこっちも開けていきますね。はい、もうこれはちょっとアップでご覧いただこうかと思います。こう指を指してるパンジーちゃんと、これはねサクランボみたいです。サクランボで、これがね一見何かわからないじゃないですか。後で押してみるんですけど、これ草みたいです、植物のね。はい。で、クマさんで、キノコで、チューリップですね。このチューリップもね、こう3つ並んでるのが可愛いんですよね。だいたい1つとか、あと2つが多いかなと思うんですけど、3つこう並んでるのが私とっても気に入りました。では次は、ハンコ押していきたいと思います。はい。紙はちょっとクロッキーのね、こちらの紙を使っていきたいと思います。はい。ではまずこっちから押していきたいと思います。はい。アップにさせていただきました。で先にこちらからっていう話もしてたんですけれども、ちょっとねもしかしたら草も一緒に使うかもしれないです。じゃあやっていきましょう。まず私はいつもハンコを押すときに、だいたいどの位置にどんな感じで押そうかなっていう風にこうちょっとね置いて、インクをつけずに置いて考えたりしてます。こういう感じかなみたいな、まずは想像するって感じですね。でイメージが湧いたら押していきます。で、やっぱりちょっと草が欲しいので、草ここでも使います。はい、これでやっていきたいと思います。カラーのね、インクパッド使っても可愛いと思うんですけれども、まずは試し押しということで、こちらですね、色模様の墨色、黒っぽい色ですね。こちらを使っていきたいと思います。まずはパンジーちゃんを、このあたりかな。はい、押して。で、私はちょっとね、このハンコのラバーの部分のインクが乾かないうちに、いらない紙にね、こうちょっと余分なインクを落として置いときます。すぐにね、お掃除をした方がいいと思うんですけど、ちょっとすぐはできないよっていう時は、とりあえずインクだけ落としておきます。で、次ですね。ここにハッピーバースデーを押していきたいと思います。うん、ちょっとずれました。ま、よくあるあるですね。書いた後って感じですね。猫さん押していきたいと思います。ちょっとこう横で見守ってる感じで押していきます。ハンコを押すときは大きいものから私は順番に押していってますね。これ草です。可愛くないですか草。で猫さんのところにも草。はい、あとはちょっとこういう何もないところにも
したら可愛いですね。で、ちょっと奥の方にも押すと、広いところで、なんだろう、空に向かってちょっと描いてるみたいになりますね。これはこれでとっても可愛いなと思います。で、お花もね、ちょっとこの辺りにポンと咲かしてあげても可愛いですね。可愛い。はい、こんな感じですかね。で、最後にこちらですね、蝶々をしてあげたら、はい、こんな感じになりました。可愛くないですか？これだけでもちょっとこう物語が思い浮かぶような感じで、はい、とっても可愛く仕上がりました。じゃあ次はこのバンジーちゃんを使っていきたいと思います。今度はこちらの紙の半分のサイズのね、はい、こちらの紙を使っていきたいと思います。じゃあどんな感じにしようかな。パンジーちゃんがいて、さくらんぼを発見したっていう感じにしましょうかね。ここにちょっとチューリップもあって、この2つはちょっと違うので後で使ってみようかなと思います。とりあえずこれを押していきたいと思います。じゃあまずはパンジーちゃんからですね。はい、インクがしっかりついているのを確認。お、ここがついていない。はい、これで。はい、ついてますね。で、ちょっとこの角のインクが気になるので、私はちょっとこういったペーパータオルで、こういうインクを拭き取ります。はい。で、これで押していきますね。ポン。はい。で、使った後は、いらない紙にインクを取って、で後からお掃除するように置いときます。で、次はこちらですね。はい、さくらんぼ押していきますね。下に紙を引いて、1個というよりもちょっとね、いくつかこうなってる感じにしていきたいと思います。こちらが終わったので次はチューリップですね。これをここにしようかな。咲かせていきたいと思います。ポン。はい、こんな感じですね。で、ここにも私気に入ってるのでこの草をね使っていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。あとは、いけそうですね。この上にこちらのキノコをちょんとして、はい、生やしてあげて、このね、クマさんももうこの中に入れちゃおうかなと思うので、足元に押していきたいと思います。ちょっとギリギリなんですけどね。はい、こんな感じですね。これはちょっと草とかぶっちゃったんですけど、まあいいかっていう感じでね、試し押しなのであんまり気にせずに押していきたいと思います。そうするとここがちょっと寂しいですよね。なのでこれも万能なのが、はい、さっき使った蝶々ですね。蝶々を押して、仲間も、はい、飛ばしてあげたいと思います。はい、こんな感じに仕上がりました。可愛くないですか？で、ここにせっかくなのでちょっと色を塗っていきたいと思います。はい、色を塗るのにこちらのくれたけさんから出てるカラー筆ペンになるのかな、はい、こちらを使っていきたいと思います。こちらの色がこちらですね、グリーンシャドウとオートミールとパールイエローというね、こちらの色を使っていきたいと思います。で、この他にもちょっとピンクっぽいのと紫っぽいのと緑っぽいのを別で使いたいなと思ったので、はい、こちらですね。こちらもね、くれたけさんから出てるんですけど、あの空っぽペンっていうペンがあって、好きな万年筆インクをこの中に染み込ませてペンにして使えるっていうものが発売されてるんですね。で、それのペン先の筆のところが違うもので、エンプティペンっていうのが大阪のギフショナリーデルタさんで販売されてるんですけれども、こちらなんですけれども、こちらは販売元トノ&リムズ様と株式会社デルタジムサービスさん、こちら大阪にあるお店さんなんですけど、こちらでね販売されていて、こっちの黄色オレンジの色のものが空っぽペンの細筆というねペン先なんですけど、こっちのピンクの色はエンプティペンのヤバ筆っていうねペン先になります。このね、ヤワ筆という下のペン先の方が私結構好きで、これをとっても愛用してます。
こちらに入れた万年筆のインクの色が上からタタール、ハイカブリ姫と書いてシンデレラ、ふわふわピュアという3本ともトノ&リムス様から出ているインクになります。この6色を使って塗っていきたいと思います。ここから塗っているところは倍速でお送りさせていただきます。まずは葉っぱの部分、ここはタタールを使って塗っていっています。さくらんぼの部分はふわふわ、蝶々の部分はふわふわとシンデレラを使っています。塗りながらできるだけ同じ色のものはペンを持ち替えずにいいように1回で塗るように考えながら塗っています。そう言ってもね、あ、しまった、ここもこの色使おうと思ってたんだっていうのはあるんですけどね。あと色は私は初めから濃い色を選ばず薄い色を選んで2度塗りをして濃淡を出すようにしております。こちらのふわふわとタタールがそうですね。はい、だいたい塗った感じがこんな感じですね。で、蝶々に動きをつけるためにちょんちょんとこう、こういうのをね、つけてあげると、はい、飛んでるかのように見えるのでおすすめですよ。なんかね、もう、あ、見つけたっていうのがね、すごく聞こえてくるかのような感じがしますね。それでは今回もこちらの紙箔の思い出ノートに貼ったりとか通したりしていきたいと思います。このあたりは前回の動画で、ご紹介しているものばかりになります。よければね、そちらの方もご覧いただければとっても嬉しいです。で、ここが空いてるのでここにいろいろね、貼ったり押したりしていきたいと思います。まずはちょっとレイアウトを決めていきましょう。こうかな、ちょっと被っちゃうけど、こうしてこんな感じですかね。これはちょっとね、切るのもったいないので、もう直接ここに同じ感じで押していきたいと思います。はい、押してみました。こんな感じになりました。さっきのがこれですね。はい、ちょっとね、チューリップここにタイトルみたいな感じで並べてみました。まあ、これはあってもなくてもいいんですけどね。で、気づいたんですけど、これペンを持っているのが今回もちょっとずれちゃったんですけど、あれ、よく考えたら最後書き終わりだから女の子こっちの方が良かったなってちょっと思っちゃいました。まあでもね、そのあたりは全然自由に押していったらいいと思うんですけどね。はい、で、こっちの方にはちょっとだけシールもつけて、ビスケットさんのね、こっちはオンラインストアの QR コードあるんですけど、裏にはインスタグラムの QR コードがあるので、こういう風に剥がせるようにしてあります。あとはインクパッド、インクの色を変えてこういう感じにしてみたりとか、これはランダム押しですね。で、こういう感じで紙の色を変えて、あとインクのパッドもね、ちょっと茶色にすることで柔らかいイメージになりますよね。こういう感じにしてみたりとか、もう思い切って紙をね、こういうカラフルなものにしてみるのも面白いかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ビスケットさんのスタンプどれも可愛かったですね。来週から始まるこちらの紙箔印東京の方でも、こちらですね、ビスケットさん出展されますので、東京のね、紙箔に行かれる方はぜひブースにお立ち寄りいただいて、このハンコの可愛さを見てみてください。とっても可愛いですよ。あと、ハンコをね、購入したらおまけでこちらの可愛いストローをいただけました。それとこれもいいよということで、こういうラッピングペーパーにこのね、ハンコを押したものもいただいちゃいました。可愛くないですか。こういう感じで柄がついてるのとかに押してもレトロで可愛いなっていう風に思っちゃいました。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画ちょっとでも良かったという風に思ってくださればとても嬉しいです。良ければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回はね、こちらの木地さんでお迎えさせていただいたものを紹介させていただこうと思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。